韓国っぽくなった気がする。めっちゃお気に入り。なんかエクステしたことあったけど、なんか色入ってるエクステは初めてなので、人生で嬉しい。髪明るいロング初めて。いやー、早くお披露目したいですね。皆さんの前にお披露目は僕隊かな、14日の僕隊で人前に初めて出ます、この髪型で。そう、楽しみ。シンポジ覚えなきゃ。やばいやばい、シンポジってどうやんだっけ。やばいね、めっちゃ可愛い。ありがとうございます、嬉しい。めっちゃツヤツヤしてる。そうでしょ、美容院行きたてだからツヤ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 、新鮮だね。そう、新鮮。14日行く。お、待ってます。シンポジどうする、大丈夫か、シンポジな。じゃあめっちゃ楽しみ。なんかもう他のユニットとかもやりたいなと思って。そうだしね、だから新鮮な気持ちでできるからめっちゃ嬉しい。こんばんは。金曜日の髪色と違う。そう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 、そうなんです。急に冬で。そうなの、だから冬バージョン。2023年の冬はちょっとこういう感じでいきます。ザ女子みたいな感じ、感じというか女子なんですけど、何しててもなんかなんザみたいな。めっちゃ嬉しい。赤めっちゃいい。シャランシャラン。そう、逆に髪型悩む、ロングだとものすごく似合ってます。え、嬉しい、ありがとう。キャンマチ14日を、じゃあ入れるといいですね。え、かわいい、嬉しい、ありがとう。どうどうですか。嬉しい、こんばんは。なんかもうあれだもんね、あれですもん、街中を結構堂々と歩きました、この美容院帰りの。美容院から出た時の私めっちゃ堂々と歩いてたと思う。すごい、風切って風切って歩いてたと思う。髪の毛伸びました。そう、エクステという魔法で髪が伸びました。14も17も行きます。え、18も19も行きます。めっちゃ会えるじゃん、めっちゃ会えるじゃん、やったね。ロングにして大人っぽい。大人になりましたね。いや、大人でしょ、大人よ、この髪でロングは大人よ、大人です。エクステつけたから暖かいですか。そうかも、あったかいかも、心なしかこの辺があったかいかもです。はい、とても暖かい。めちゃ会えるの嬉しいけど飽きない。いや飽きないでしょ。飽きないと。こんばんは。服もかわいい、ありがとう。そうかわいい、エピネのセーターかわいい。エピのかわいいよね、かわいい大人、ありがとう。冬向き、そうだよ、冬向きの髪型です。マフラー、今日寒かったね、びっくりしちゃった。寒かった、軽率に足出すもんじゃないなって思った。来週のお話し会の服買いましたか。えー、買ってない、どうしようどうしよう、何着よう、お金お金、何着ようかな。
足出してたのさすがである。そうなの、なんかこの冬足出そうって思ってなんかスカート買ったんだけど、使わずに履くスカートが出てくるかもしれない。でも頑張る、スカート履くわ、短めの。こんばんは、こんばんは。頑張って、頑張る、頑張る。このね、11月の間に履いといて、12月は多分寒すぎて無理だから、いや分からんけど、11月のうちに履いとこうと思うわ。うん、あいちゃん握手会来週。そうだ、来週だよ、来週です。25度とかになるかも。あ、そしたら嬉しい、それは嬉しい、めちゃくちゃ。うん、そしたらもう全然履くわ、ミニスカート。こんばんは、こんばんは。18行きます。お、楽しみ、ありがとう。楽しみだね、18も19も楽しみです。北海道気温マイナスだよ、マジやば。北海道、来週とかもう少し暖かそう。あ、そうなの、暖かいの。すごい、暖かいんだ。よろしく、よろしく。こんばんは。明後日公演、再来週朗読会。おお、いいね、いいね、やったね、会えるじゃん、いっぱい。やった、ストーブの前で配信見てるよ。いいね、ストーブか、もうストーブの時期か。平年並みのようだね。平年並み？去年より確実に暖かくない？11月は毎週あやにちゃんに会えることになってる。最高、最高やん。ソファーの上に可愛いやついる。そうなの、クマニャンがいる、可愛いのがいる。俺電気カーペットいいね。セーターさん当たった、おー、おめでとう、ありがとう。あ、みんな当落出てるんですか。セーター祭みんな当たったかな、セーター祭みんな来てくれるかな、どうかな、どう、どう。へい、あ、ありがとう、両方とも、おお、嬉しい、当たった、ありがとう、やったやった。セーターイベみんな楽しもうね、嬉しい。昼も夜も入金忘れずに、はい、入金忘れずに、皆さん入金は忘れちゃダメ。はいはい、こんばんは、こんばんは。そう、みんなね、入金忘れずにやりましょう。昼夜当たって一安心、あ、一安心ですね。あちら、くまにゃんがちら、そう、めっちゃ行動早い人いる。早速生誕されたって、おお、すごい。あー、いや、ほんとなんか長いの嬉しい、嬉しい、長いの。そう、だからね、多分ね、あのグッズはこの髪長い状態のやつで撮る、絶対。うん、多分じゃない、絶対
そう、ただね、私のね生誕祭の日ジャンフェスなんだよね。私もジャンフェスに行きたい身だから、毎年行けてないんだけど、そう、なんかジャンフェスに行けなくなっちゃった方申し訳ない。でも私の生誕祭に来てくれて本当に嬉しい。ただジャンフェスは来年行こう。こんばんは、こんばんは。ルル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 。生誕祭イベントはいつもの服装でいいですか？いいと思います。でもわかんないけど、多分ね、多分だよ、多分昼がクリスマスで夜が誕生日的なテーマになるんじゃないかなみたいな。わかんない、どっちがどっちだかわかんないけど、多分サンタさん的なね、サンタさん的なお客様がいてもいいんじゃないかなって思う。うん、クリスマスだから、サンタさん的な人がいてもいいんじゃないかなと私は思う。どれこではない。そう、なんかサンタさんいるなみたいな、サンタさんいてめっちゃ可愛いみたいなっていう状況も想像できる。そう、要望っていうか、まあ何人かしてくる人もいそうだなみたいな予想。トナカイさん、あ、トナカイさんもねいて、そう、確かに私がサンタさんでみんながトナカイみたいな、わかる、みんながソリとトナカイみたいな感じか。確かにそっちの方がいいかも。あ、ツリーもいいね、ツリーも大事。そう、うん、あくまで予想だもんね。そう、みんながもしかしたらソリとトナカイと、あとクリスマスツリーとか七面鳥とか、なんかわかんないけどになってるんじゃないかなってこう予想している。みんなリボンつけたエニちゃんのプレゼントになる。え、嬉しい、すごい、みんなプレゼントになってくれるの、やった。そう、でっかいでっかいプレゼントいっぱい。こんばんは、こんばんは。いやー、いや、どうしようかな、シンポジどうやってやんだっけな、本当にシンポジってどうやって覚えるんだっけなって毎日考えてる。毎日やってはいるんだけど、私これで本当に大丈夫なんだっけって思って、そう、毎日練習はしてるんだけど、本当にこれでいいんだっけってすごい思ってる。重さ70キロあるけど受け取れる？うん、うむ、うん、練習してて偉い、ありがとうございます。いや、してんの、普通にしてんのよ。うん、重いけど勝手に歩くプレゼントだから大丈夫。え、すごい、めっちゃ便利なプレゼント、めっちゃいいじゃん。自分で動いてくれるプレゼントありがたい。14日ね、楽しみ。ところでサンリオのキャラクター何が好き？シナモンとルロロマニック、シナモンとルロロマニック。
ガチのプレゼントもちゃんと送りますありがとうございます。嬉しい、なんだろう、楽しみ。ルナロマニック、そう、ルナロマニック髪色いいね。そう、ありがとうございます。そうなの、17日の僕、そう、17日は僕帯出ます。そう、僕帯出ます。イエーイ、こんばんは。僕帯祭り、今月僕帯祭りだよ、本当に。僕帯、半分僕帯だもんね。今日は大人愛理ちゃんだね。そうだよ、大人でしょ。こんばんは。早く2回目の僕帯見に来た。お、ほんとだよ、2回目も。みんな何回来てるんだろう。2回も3回も4回も来てください。ん、17、18会いに行きますよ。おー、ありがとう。バンドのボーカルに、そう、どういうこと、どういうことだ。マリーゴールドって感じってこと。ありがとう、マリーゴールドってことね。ありがとうございます。マリーゴールドのドライフラワーってこと。可愛いってことか、可愛いってことか。なかなか当たらない、マジで頑張ってほしい、祈ってる、当たりますように。髪色可愛いのはどうして。美容師さんのおかげ。ね、前髪が散らかっている。一番好きな花は、一番好きな花は何だろう。え、何だろう、一番好きな花、え、何だろう、え、何だろう、一番好きな花、え、何だろう、ちゃんと考えたことないな、好きな花。でもちゃんと知りたい。でも聞いて、あのね、私、あ、夏目さん、タワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう、夏目さんありがとう。いや、そう、でもさ、花言葉ってあるじゃん。あのね、なんかね、ダムとかジョイサウンドかでなんか流れてきた映像で、カラオケ、一人カラオケ行くんだけど、その時になんかエリンギの花言葉みたいなのが喋ってる方がいて、あのダムチャンネルみたいなやつで、そう、エリンギの花言葉って宇宙なんだって。 それだけ忘れられない。うん、流れてくるあるじゃん、なんとかダムチャンネルとか、それで流れてきたやつに、エリンギの花言葉が宇宙っていう会話だけすごい覚えてるの。エリンギの花言葉って宇宙なんだって。そう、だからもう花といえばエリンギしか思い浮かばん、最近は。深いよね、宇宙なんだって。エリンギの花言葉、宇宙なんだよ。なんでエリンギに宇宙なんだろうね。エリンギうまい。そう、エリンギ大好き、キノコ大好き。そう、エリンギにも花言葉があるんだってよ。そうなんです、エリンギってキノコ。そう、キノコ。バター醤油焼き、そう、それな、エリンギってかキノコ好き、キノコ大好き。はい、
ということで、新しい髪型のお披露目会でした。もうね、ちょっと時間も遅いし、あゆりちゃん進歩時の練習しなきゃいけないので今日は終わりにします。ありがとう。いや、そんなね、あの、心配しないで大丈夫だよ。普通にできる、普通にやるから、普通に頑張る、普通にやりますんで大丈夫です。大げさに言ってるだけ。13位リリさん、リリちゃんありがとう。12位ショートさんありがとう。11位 YSA73 さんありがとう。10位マッタさんありがとう。9位マコトッチあやね大福さんありがとうございます。8位高反発さんありがとうございます。7位ゆうたあやね大好き大福さんありがとうございます。お、変わったので13位からいきます。13位高反発さんありがとう。12位りりちゃんありがとうございます。11位はゆうたとあやね大好き大福さんです、ありがとうございます。10位はショートさんありがとうございます。で、9位は YSA73 さんです、ありがとう。8位はのりあやね大福さんありがとう。7位ほまれさんありがとうございます。6位わたあめさんありがとうございます。5位はゆうたまるさんありがとうございます。4位はカティちゃんありがとうございます。3位はヒゲタンありがとう。2位はポークジンジャーさんありがとうございます。1位は夏目あやね大福さんです。タワーありがとう、夏目さんいつもありがとうございます。では、みんなうまそうね、ポークジンジャーうまそうおやすみだよ、おやすみです、バイバイ。みんなもあったかくして寝てね、バイバイ、ありがとう。